作る機械を失った。それが混ざった商品を食べたトロンが口の中を切る怪我をしたといいます。さらに女性が日本マクドナルドから受け取った文書では、外部機関の調査の結果、治療痕とみられる跡が認められたことから、人の歯と思われると記されています。